細川勝本は、室町時代中期の武将、守護大名。室町幕府16.1821代官僚。土佐国、佐抜国、丹波国、摂津国、伊予国守護。細川慶長や11代当主。応仁の乱の東軍総大将として知られている。影響2年、14代室町幕府官僚。細川持野の着難として誕生。幼名は、聡明丸。 カ吉二年八月、父が死去したため、十三歳で家督を継承した。この時に七大将軍、足利義勝から返帰を受けて勝本と名乗り、叔父の細川持県に貢献されて、摂津、丹波、佐抜き、土佐の仕事となった。文安二年、畠山持国に,に代わって十六歳で官僚に、就任すると、以後三度にわたって、通算二十三年間も、 官僚職を歴任し、幕政に影響力を及ぼし続けた。勝本が官僚に就任していたのは、文安二年から法徳元年、教徳元年から干渉五年、応仁二年七月から死去する文明五年五月までである。応仁の乱で敵対関係に至ったため、細川勝本と山名持というは不仲であったとされているが、はじめはそうではなかった。当時、 細川慶長也は一族すべてで九カ国の守護であったのに対し、山梨は赤松氏を各喫の乱で滅ぼした功績から九、赤松陵を合わせて八カ国の守護になっていた。このため、勝本は持豊と,と争うことは得策ではないと考え、文案四年に持豊の養女を正室に迎えることで強調することにしていたのである。また、性的、 畑山持国に対抗する意味からも、持豊と,と手を組む必要があった。畑山持国が六大将軍、足利義則に家督を追われた元当主の復帰を図ると、勝本はそれに対抗して、義則に取り立てられた大名、国人を指示。持国は、品濃国主後に、小笠原持長を任命。元加賀国主戸賀氏京家、聖春府主を指示。山和国では、 元幸福寺別当トを強格と、おちいえし古市だね小泉重弘、豊田頼秀を支援した。勝本はこれに対して、小笠原宗安、三ツ安兄弟や戸賀康安志高を支持、大和で強格派と敵対している、上信院、光信、の部、筒井淳平を支援、信濃、加賀、大和でもち国と勝本の代理戦争が頻発した。文案2年に、大見国で反乱を起こした。 六角事故を時綱の弟、旧来と、京国持清に鎮圧させた。法徳二年西君である、泉守護、細川常優と対立して持国と古市種線を、頼った守護代、宇高有光が殺害される事件が起こったが、その件にも、勝本の関与の可能性が指摘されている。法徳三年、兵骨に入港していた琉球商船のもとへ、勝本が人を送り、 勝物を得て取得しながら、代金の支払いをせず、琉球商人は幕府に訴え、足利義政は三人の奉行を送って救命させたが、勝本は、押し取ったものを返さないという事件を起こした。京徳二年に、伊予守護職を、河野乗り道から河野通春に解体するが、実は勝本が乗り道を支持する義政に、内書でご教書、法書などを作成したもので、5月に、 その事実が発覚して、吉政に責められた勝本が、隕石辞任を表明しているが、吉政の説得で、最終的に留任した。二年後の京都区四年に自分が、伊予守事となった。その後、伊予仕事職は通り春に戻されたが、通り春を区別として、伊予支配を目指した、勝本の策は通り春に拒絶されるところとなり、文家の阿波国主後、細川重之と通り春が戦ったため、 勝本と通り春も対立していった。京徳三年、畑山市で家督をめぐる内紛が起こった時には、持ちを失脚させるため、衆都にあたる持ちとよと共にもちくの老い、やさぶろを支援して、持ちのおすじし成を追放に追い込んだ。しかし八大将軍、足利義政が、各喫の乱で没落した赤松氏の再興を支援しようとすると、 赤松氏の給料を守護国に持つ餅豊は赤松氏の最高に強行に反対した。このため餅豊は吉政から追悼を受けそうになるが、この時は勝本が弁護したため餅豊は追悼を免れた。総運が赤松の利高討伐のため田島国へ下校した直後に吉成が上落、や三郎を追放し、翌年の餅国の死で吉政から当主に認められたため、 両者に対抗して、畑山氏の引き抜きを図った、吉政の暴略とされる。吉政の側近となった、吉成だったが、無断で、大和へ、軍事介入したことから、吉政の信頼を失い、一方の勝本も、や三郎と、反吉成派の大和国人への支援を続け、長六三年にや三郎と上信院、三信筒井淳栄、橋尾宗信の社名を取り付けた。 やさぶろうは、同年に没死したが、弟の正長を支援して、翌4年に、吉成から正長に家督が交代。吉成が竹山城の戦いを経て、吉野へ没落した後の干渉5年に官僚職を、正長に交代した。しかし、山梨の勢力が、勝本の想像以上に急速に拡大したため、勝本は、総運の勢力拡大を危険視するようになり、 芝氏の家督争いでも隕石関係から芝吉門を支持する総運に対し、勝本は吉門と対立する芝吉都氏を支持した。また、総運がかねてから反対していた赤松氏の最高問題に関しても、勝本は積極的に支援し、ついには赤松正則を加賀藩国の仕事なし、赤松家を再興させたのである。 さらに、勝本は看護貿易の問題からお家、範博、正広父子、河野道春らと敵対していたが、総運はこれを支援するなどしたことから、細川と三名の対立構造が生じ始めた。このため、勝本は、所流の上野家出身の細川剣士を、伊予守護職に任じて通り春を討伐させようとした。また、はじめ啓氏のいなかった勝本は、 宋雲の罰子豊久を養子にしていたが、文章元年に、実子、正元の誕生後、豊久を拝着して仏門に入れるなど、関係の悪化は明白となった。干渉三年に宋雲の次男税豊かを、貧乏国、秋国主語に任命、吉成討伐に参戦させ、干渉五年に山城国主語に任命したことも、宋雲への対抗とされる。文章元年、 義政と正室の日の富子に息子の義直が誕生して、足利将軍家でも将軍後継者をめぐって争いが始まる。この時、ヨ政の側近、伊勢貞地下と木に誠し部は義政が当初後継者に指名していた弟の足利義美の敗着と義直の将軍後継を義政に提言した。しかし、吉美を支持していた勝本はこれに反対。 総運も定地下が幕府内において、牽制を強めていたことを苦々しく思っていたことから、この時は勝本に賛同しともに、吉政に対して定地下と、真下の追放を訴え、これを強行に実現させた。柴吉都市、赤松正則も失脚したが、後に復権している。これにより、将軍家内部で、実力者がいなくなると、総運は12月、追放されていた。 畠山吉成を上落させ、吉政に仲介して、斜面の許しを出させた。さらに総運は、応任元年1月、吉政に強制して勝本が支援する、畠山正長の官僚職を取り上げて、出資停止処分に処し、代わりに、総運が支援する柴吉門を官僚に任命させたのである。ここに至って、勝本と総運の武力衝突は避けられないものとなった。 応仁の乱における最初の衝突は、畠山義成と畠山正長が争い、上、五霊神社で衝突したことから始まった。これに対して総運は、五花園上皇、御土御門天皇を確保して、義成を支援したのに対し、勝本は、義政の命令で、畠山家の争いに関与することを禁じられていたため、五霊合戦では生還していた。このため、 政長は敗れた。しかし5月25日、天皇を擁した総運に対して、勝本は幕府を占領して、将軍を擁立し、5月26日には、山中田に戦いを挑んだ。勝本は、東軍、総運は、西軍と区別され、勝本は、将軍、吉政から総運追悼令を受領したものの、戦況は互角であった。また、赤松正則を支援して、 三名領へ進行させたりした。そして一時は総運に奪われていた上皇、天皇を確保するなど、次第に、戦況は道軍有利に進むが、決定打は出せずにいた。王仁2年ルー10月、吉政が伊勢育地下を復職させると、勝本は吉直、総運が吉見を支持する立場に変わるなど、戦況も変わり、だんだん京都の戦闘が行われなくなる一方で、 地方に戦乱が波及、両軍は、それぞれの有力武将の寝返り工作へと戦略を変化させ、吉見が、西軍の総大将に祀り上げられ幕府がもう一つ出来上がるまでになった。このような中で、文明三年に、西軍の武将、朝倉高景を越前国守護に任じて寝返らせ、翌文明四年に、総運に和平交渉を試みるが、決裂する。 文明5年3月に宿敵である総運が死去して優位に立ったのも束の間、自身も後を追うように5月11日に死去した。去年44。神話病死と言われているが、一説では三名派による暗殺説もある。死後、政元が細川政国の貢献のもとで家督を継承。文明6年4月3日に総運の孫、山名正豊と,とは僕を結んだ。 日付は旧暦。ありがとうございます。